1989年、東京都江東区に住む女性がある男と関わってしまったことで約7年後、恐怖の最後を迎えることとなってしまいました。男が女性に最後に声をかけた言葉が印象的な事件について追っていきます。発端となった事件は1989年12月19日深夜、東京都江東区大島の団地脇で起きました。当時37歳の女性 A さんが何者かに暴行された上に乱暴され、失神した状態で倒れているところを通行人に発見されたのです。 A さんは現在の JT の前身である日本専売公社に事務職として勤務しており、真面目に働いている女性でした。この日 A さんは帰宅のため自宅近くでタクシーを降りたところ、突如話しかけてきたある男から一緒に酒を飲まないかと声をかけられたことで、この男と2人で深夜営業の居酒屋に入り、お酒を酌み交わしたそうです。2人で飲酒した後、男は A さんをホテルに誘いましたが、 A さんはこれを拒否しました。そのことに腹を立てた男は突如豹変し、 A さんに暴行を加えたことで A さんは失神をしてしまいます。そんな A さんのこの状況に全く気遣いをすることはなく、男は近くのゴミ集積場に引きずり込み、非常にも A さんに乱暴を働いた後逃走したのです。A さんは冬の深夜、屋内で失神状態で倒れていたことで命の危険もありましたが、通りかかった通行人により通報によって救急搬送された病院で意識を取り戻すことができました。しかし失神して倒れていた A さんは男に何をされたかはっきりと覚えていませんでした。そのため警察に相談すべきか悩んでいたところに、なんと男の方から電話がかかってきたのです。男は A さんを襲った上に、さらに財布などが入ったバッグを奪っており、その中にあった手帳から A さんの電話番号を把握していました。 A さんの電話番号を手にした男は、あろうことか乱暴したことをネタに A さんに金品を要求することを企みました。そしてこの要求の電話を入れた際に、 A さんに警察に通報されていないかの探りを入れる目的もあったようです。電話に出た A さんが電話口でおとなしかったことから、男は A さんが警察に通報を入れていないと踏んで、ここぞとばかりにさらに A さんを脅迫してきました。A さんが乱暴を縛られたら会社にいられなくなるのではないかという恐怖心を狙って脅迫をしたのです。男は秘密を10万で買え、警察に言うとどんな目に遭うかなどと次々の脅しの言葉を A さんに浴びせかけました。しかし A さんはこの脅迫に屈しず、男の思惑通りには動きませんでした。 A さんは男と金品の受け渡しと警察には言わないとの約束を電話でした後、警視庁に通報をしたのです。乱暴した挙句金品の要求をする犯罪者に対し、 A さんは受けた被害に対して至極真っ当な対応を取ったのです。通報を受けた警察は A さんの話を受け、12月29日に現金の受け渡しを指示されていた場所で男を待ち構え、のこのこと現場に現れた男を逮捕しました。 A さんに対し暴力を働いた上、脅迫までしてきた犯人は当時47歳の持田隆という男でした。持田はこの事件を起こす前の約13年前である1976年8月、34歳であった時に当時交際していたという16歳の少女と別れ話をしたのをきっかけに、この少女の命を奪い懲役10年の実刑判決を受けた前科がありました。持田は人の命を奪っておきながら、わずか8年後には仮出所し、千葉県船橋市の両親の元で生活を始めたそうです。しかし3年ほど経った1987年末から1988年初めにかけて、都内で自動車を盗んだ挙句無免許運転をしたとして再び刑務所に入るに至っています。持田はこの罪によって懲役1年2ヶ月の実刑判決を受けていて、再度仮出所したのは1989年2月15日のことでした。つまり A さんが被害を受けたのは出所してわずか9ヶ月ほどのことで、証拠りもなく持田はさらに犯罪を重ねたのです。 A さんに暴行を加え乱暴した件で逮捕起訴された持田には、1990年3月13日に懲役7年の実刑判決が言い渡されました。しかし起こした犯罪に対して反省し、被害者に罪を償う気持ちを持てばいいものの、持田は違いました。持田はなんとこの逮捕されて実刑判決を受けた自業自得であることを A さんのせいであるとして恨んだといいます。脅迫の電話をかけた時に警察に言うなと一方的に約束をし、後に自身が逮捕されると持田は A さんが約束を破ったと逆恨みをしたのです。被害を受けた被害者が警察に届け出ることは当たり前のことであり、筋違いも甚だしい身勝手な恨みを抱いたのです。7年の服役中も A さんに対するこの身勝手な恨みは消えなかったといい、
持田は服役中に胸の内に抱いていた A さんの命を奪うという恐ろしい考えと決意を変えることはありませんでした。そして月日は流れ、1997年2月20日に約7年の刑期を満了した持田は3月14日から東京都江戸川区の会社に就職し、建設作業員として働き始めました。持田はこの仕事をこなしながら休日などを利用して A さんの住居の割り出しを進めたといいます。以前事件を起こした時に現場であった団地で A さんが一人暮らしをしている話を聞いていたため、持田は団地を一棟ずつ郵便受けなどを探り調べていったのです。団地は2000もの家庭が居住している大規模な集合住宅でしたが、持田は休日に少しずつ団地内を見て回ることで A さんの自宅を絞り込んでいきました。その間に凶器としてディスカウントストアで A さんに差し向けるための包丁も購入していました。そして1ヶ月ほど団地を見て回った末についに A さんの居住先を突き止めた持田は、犯行の決行日を4月18日と決め、さらに準備を整えていったのです。そんな勝手な恨みを晴らそうとしている持田のことなど知る由もない A さんは、事件後も変わらず真面目に勤務を続けていました。A さんは男女雇用機会均等法ネットワークの会合などにも参加し、女性問題に対する活動もしていたそうです。持田が犯行日と決めた4月18日も18時過ぎに JT 東京支社を退社した後、女性問題フォーラムに参加していたといいます。フォーラムの終了後には友人たちと行きつけのお店で食事をしてから帰路についています。そして21時過ぎごろ、犯行を行うために待ち伏せをしていた持田は A さんが団地内の広場を歩いているところを発見しました。 A さんが乗るであろうエレベーターに持田は先に乗り込み、 A さんを待ち構えることにしました。そして A さんが1階でエレベーターを待っていると、持田が先に乗っていたエレベーターが1階に到着しました。エレベーターの扉が開き、そこには男がいましたが、男がまさか持田であるとは気づかない A さんはそのままエレベーターに乗り込んでしまったのです。持田は何階ですかと A さんに問いかけ、 A さんが4階をお願いしますと答えます。4階のボタンを押しエレベーターが動き始めると、持田はさらに話しかけたといいます。そして A さんですかと尋ねて、女性が A さんであることを確認すると、持田は A さんに向かって俺のことを覚えているかと恐怖の言葉を口にしました。そして突然のことで思い出せないでいる A さんに持田は包丁を見せて、7年前の事件のことは覚えているかと問いかけ、 A さんをさらに恐怖の底に突き落としたのです。エレベーターという逃げ場のない密室空間で過去に暴行を受けた男がその場にいるという事実は A さんにとって絶望でしかなかったはずです。しかし悲鳴を上げながらも A さんが持田から包丁を奪い、4階に到着したエレベーターをすぐさま降りて大声で助けを求めながら逃げました。とっさの A さんの抵抗に驚きながらも、持田は A さんに飛びかかり壁に押さえつけて包丁を奪い返してから最後に A さんを突き刺したのです。計画を実行した持田は倒れた A さんから所持品であるハンドバッグを奪い、現場から逃走していきました。一方の A さんは悲鳴を聞きつけた4階の住人によって発見通報がされ、病院に搬送されましたが出血多量で間もなく息を引き取ってしまったのです。通報を受けた警察は女性を襲った凶悪な犯人が逃走していることですぐに特別捜査本部を設置して捜査を開始し、目撃証言や被害者の刺し傷の深さから恨みを持つ犯行ではないかと読んでいました。そしてすぐに7年前に判決が出された被害者が絡んだ事件の犯人が最近になって出所していた事実が判明し、持田の行方が追われることとなったのです。A さんが刺されてから1週間後の4月26日、持田は張り込んでいた捜査員によって A さんの命を奪った容疑で逮捕されました。逮捕後、起訴されて法廷に立った持田には、全くと言っていいほど反省している様子は見られなかったといいます。なんと、持田は A さんが警察に通報しないという約束を破ったから謝ってもらいたかった。A さんにも落ち度はあったんじゃないかと驚愕の弁論を述べました。自分が犯した罪について都合のいい解釈しかせず、罪と向き合うことをしなかったのです。そんな態度の持田に裁判長からは、被害者があなたに会って申し訳ないと言うとでも思ったのか、警察に届け出た被害者が間違っていると思うのかと強い口調で問うほど、持田に反省の色は見られなかったのでした。一審では持田に前科があり謝罪の言葉すらもなかったのですが、今回の事件での被害者が1名であることや保険金や身代金目的でないことなどから無期懲役の判決が下されました。しかし検察が訴えたことによる控訴審では無期懲役の判決を破棄し、一転して死刑判決が下され、
その後の上告審で上告棄却となったために2004年10月13日に持田の死刑が確定しました。経済的な利欲を目的とせず被害者が一人である事件で極刑が下されるのは極めて異例のことでした。持田は東京拘置所に収監され死刑確定から3年1ヶ月後の2008年2月1日に死刑が執行されました。この事件を受けて警視庁は再被害の恐れが強いと判断された事件では加害者の出所時期を被害者に伝える場合もあるとする方針を発表しました。今回の事件も例えば警察から持田が出所することを A さんに伝え事前に引っ越しを提案することができていれば結末は異なっていたかもしれません。しかし実際にはこのような提案も難しいということもあると言えるでしょう。であるならばそもそも何度も罪を重ねるような犯罪者を刑務所から出さないことの方がよっぽど被害者のためになると思えてなりません。被害者が加害者の動きを知らされたとしても加害者の方から被害者に近づいてきてしまえばどうすることもできないということもあります。簡単に引っ越しができるわけではありませんし被害者が加害者の動きに合わせて生活環境を変えなければならないというのもおかしな話です。日本は治安がいい国と言われていますが検挙者に占める再犯者の割合を示す再犯者率は2021年を見れば 49.1% にもなります。実に出所者の2人に1人が何らかの罪で再犯を犯すこの状況に地方や国が何かしらの措置を講じても良いのではないかと感じざるを得ません。あなたはこの数字を見て犯罪者が出所したらこのような措置をすべきという考えがあるでしょうか。警察に届け出たことを一方的に恨まれたことで起きてしまったこの悲劇の事件、罪のない通報者や被害者の安全性が守られるような法整備が進められることを切に願いたくなる事件の一つとなっています。 A さんのご冥福をお祈りいたします。